今日午前9時に始まった王位戦第2局。渡辺明九段の挑戦を受ける藤井七冠は第1局で勝利していて連勝を目指します。決戦の舞台は函館の老舗旅館湯本啄木亭。将棋といえば気になるのが勝負飯ですが、前夜祭でも函館はこう海の幸をはじめ本当に食べ物も非常に美味しいというイメージがありますけれども、まあ、こう今回のこう対局にあたってもそのこう食事やこうおやつのメニューをこう本当にいろいろ用意していただきまして、こう対局前からこう調香を先ほどしておりました。深く長時間指し手を考える調香という表現で勝負飯を検討した藤井七冠。今回は11の飲食店やホテルが対局者に選んでもらおうと昼食を準備しましたが、藤井七冠が選んだ昼食はこちらでした。道南大地の恵み二段重箱、津軽海峡産のマイカを使ったイカ飯や桜マスの西京漬け、ひくま豚の生姜焼きなどが入っています。午前中のおやつは函館柳屋のパイまんじゅう、ロマネスク函館とトマトジュースを選びました。王位戦第2局は明日と明後日2日間にかけて行われます。明日の勝負飯も注目です。対局とともにね、石井さん、ぜひ函館のグルメも堪能してほしいですよね。そうですね、戦いの場所かもしれませんけれどもね、楽しい美味しい思い出を作ってほしいですよね。そうだね、函館をね堪能してほしいですよね、はい、さあ藤井七冠が11の飲食店から選んだ今日のメニューですが、ロマネスク函館というこのパイまんじゅうや、あとはイカ飯などが入った道内の日本食、そしてこのような午後のおやつも楽しんだということでした。対局は明日も行われます。何を食べるかにも注目です。